すぐにこっち側に注意を向ける。相手が一番集中してることを期待をこの面会でもらう。こんにちは。質問型営業の青木です。チーフトレーナーの西野です。この番組は営業に関するお役立ち情報を提供させていただいております。よろしくお願いいたします。はい、営業の方の、まあ、大きな親悩みの一つとして、はい、どうやったら、そのお客さんに本腰入れて聞いてもらえるかな、みたいなね。ちょっとこう動かそうとしちゃってるかもしれないですけど、はいはいはい、自分のこの商品にどう、こう、興味持ってもらえるかな。そうですね。ここ苦心惨憺されてるかなって思うんですが、はい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 、今日ちょっとぜひそのあたりお願いします。はい、だから、電話でも飛び込みでもそうなんですけど、うん、あるいはお尋ねしていってもそうなんですね、はい、アポイント取ってね。うん、パッとこっち側に集中してもらうとかね、はい、そういう引きつけ、これをね、即刻の注意って言うんですよ。すぐにこっち側に注意を向ける。そしてその中で次は全面的な注意をこう向けていくと。だからまずこっち側に注意を向けて話をおっと思ってもらうとか、おなんかちょっと聞いてみようかみたいに思ってもらわないと次の話になっていかないんですよね。いや、それ欲しいです。それのために、いや実は私どもはって言って一生懸命売り込もうとするんですよ。はいはい。で、売り込めば売り込むほど、あ売り込みやなって言って向こうの注意はなくなっちゃう。距離が離れていっちゃう。そういうことなんですよ。逆さまにしてるんですよね。はい。じゃあどうしたらいいか。はい。質問するっていうことですよ。ここでもまた。そう、うん。相手のことを聞かせていただく。相手が一番集中していることを聞かせていただく。もしくは、私どもの提供している商品とかサービスの分野についてのことを聞かせていただく。ということをすればいいですね。それすごくいいですね。いいでしょ？はい。はい。だから考えてもらう、うん。こっち側を向いてすぐさま考えてもらうっていうこと。まずアポイントを取った時言っていただきたいことがあるんですね、はいはい、今日はお時間ありがとうございます。ところでなぜ今日お時間を取っていただいたんでしょう。よ、アポ取られたから。確かに私もね、アポを取らせていただきました、はい、ええ、けど本当に必要なければこうやって時間取っていただくことはなかったと思うんですけど、はい、あ、まあまあそれはね、はい、どんなことがありましたですか。教育、はい、っておっしゃってたから、そうなんです、やっぱちょっとね、そこがうちも気になるとこかなって。なるほどなるほど、うんうん、現状はどんな感じなんですか。あ、いい子たちなんですよ、はい、もうスタッフみんな、はい、ただちょっとこうもう少し奥行きが、お客様に聞かれたりとか、はい、その時の対応とかが、はいはいはい、もう一段深くできないのかなっていうね。そのために何かやってられることってあるんですか。いや、まあセミナーとか、まあまあまあやってはきた。どうなんでしょう、効果って。まあその時はね、ガッてこうみんなモチベーション上がるんですけど、なるほど、まあ長続きしないかなっていう。じゃあもしそれが非常に効果的な方法があるとすればどうでしょう。いや、それは聞きたいですよね。今日はぜひそのお話をねさせていただいたらと思うんですけど、お時間どうでしょう、大丈夫でしょうか。あ、じゃあぜひ聞きたいです。わかりました、はいはい、ちょっと場所どっかお借りしていいですか。あ、じゃ あのこちらに、はい、はい、というとこまで行くんですよ、だからほとんど相手のこと聞いてる。本当ですね。そうですよね、それでこっち側は、あ、そのためにお役に立つお話ですということを言えば相手は時間を取ってくれる。先生、その言葉を言わないと、はい、どんな風になるか、はい、ロープでまたお願いします。はい、今日はお時間取っていただきまして、西野社長ありがとうございます。あ、はい、いや、もうお忙しい中にこうやって時間を取っていただきまして、うん、今日は私ども教育に対してお役に立つお話 ですね、非常に喜んでいただいてるんで、うん、お話を聞いていただいたらと思いますけど、お時間大丈夫でございますか。まあ、ちょっと急ぎ気味で。そうですか、はい、どうか場所はございますか。あ、もうここでできたらというふうになるんですよものすごい偉そうな人になりました今。そうそう、はい、うん、だからこれはもうお時間取っていただいてありがとうございます、はい、そのぜひ聞いていただいたらということで、自分のための時間として、うん、使おうとしちゃうわけです。なるほど。そうすると向こうは邪魔くさいなってことになるんです。
で先生今もものすごくこんなこう下から入ってこられてた。いやいや思わずそうなるんですよ。ですよね。ところが最初のはどうですか。最初のはやっぱり自分の興味のあることをこの人は知らせに来てくれたっていうのがあったので、ね、はい、場所を変えてでも聞きたいかなっていう、はい、そういうこと。即刻の注意を引くにはなぜお時間を取っていただいたのですかと切り込むことなんですね。はい、これは会ってくださったきっかけを聞いているのではなくて、はい、お客様の会おうと思った動機を聞いている。そういうことを思っていなければ会っている時間、会う時間は取らない。確かにこれは事実やと思います、ね、そうですよね、はい、興味なければお時間取らないと思います、はい、そして2つ目、はい、そこでいやあなたが言ったからっていうようなことを言ったらもう一歩突っ込んで、必要なければお時間は 取っていただくことはなかったと思いますということで、さらに突っ込んで本音を聞くっていうことですね。ここでしっかりと引き出すことができれば、うん、専門アドバイザーとしての立ち位置で話を進めることができると。ちょっとかっこいいですよね、このくだりね。そうなんです。はい、もうそれで必要ない、いやそんなことはない、もうただ単にもうそうやから、じゃあ必要ないですねって言って変えるぐらいの勇気を持ってほしいですね。確かに、はい、うん、そして3つ目、はい、そこをスタートとして現状、それから解決策、そしてそれならお役に立ちますということで、まとめて期待をこの面会に持ってもらうということでございます。私の聞きたい話をこの人は届けに来てくれたんだ。ああ、いいですね。その通りですね。とお客様がもうこの出会い頭に思う。はい、ぜひ皆様も、やってみていただければと思います。いかがでございましたでしょうか。このお話役立ったと思う方はいいねボタン、チャンネル登録、そしてコメントもよければお願いしたいと思います。そしてさらに体験してみたいという方は、はい、入門編初めての質問型営業という Zoom で開催している2時間の講座がございます。ご興味ある方はぜひ概要欄のところに URL がございます。ぜひご覧いただいてお申し込みいただければと思います。ありがとうございました。